どうもこんにちは。動画の方を送っていただきましてありがとうございました。今回はですね、日本人が食糧難で7割死んでしまうというね、衝撃的なメッセージですけども、動画を見たその感想はですね、まあ、私が想像する以上のものがあるなとは思いますが、実はこの件につきましては私も独自にリサーチしていてね、まあ、同じような数字を見たことがあるんですよ。でそれがまさに今回東大の鈴木教授がもともと出されていた論文ですとかね、そのお考えの中にあるっていうのがここで一致したわけなんですよ。まあいろいろと前もった前提をね申し上げましたけども、今物流が止まるとね、日本人の7割から8割が餓死するわけなんですよ。餓死ですよ。私たちは普段食料品に飢えてるような気がしますけども、私もスーパーにね働いていた経験があるんですが、在庫日数って3日ぐらいなんですよね。3日ってどういうことかっていうと、通常の買い物のペースであっても3日間要するに仕入れがないと店舗の中は空になるってことなんですよ。でよくね、買い占めとかね、買い走りとかありますよね。つまりは自分の食料備蓄をするために普段よりも多く買っておこうと。普段はラーメン1個しか買わないんだけども、ちょっと備蓄のために3個買おうかなと思ったら、なんとね、在庫日数1日なら1日で、あ、在庫日数3日なら1日で全部なくなるって話なんですよね。で実際は店舗が、お店にね商品を並べるのを渋ったり価格を上げてしまいますんで、実際はそんなにたくさん買えないんじゃないかなと思います。もちろん通販も同じ状況ですよ。これがね瞬く間に来ますよ。それこそ1日2日であらゆる食品っていうのが手に入らなくなります。で横流しや闇市っていうところで市場価格の20倍から50倍で流通することになる。つまりは食料品が通貨よりも強い、円よりも強い力を持つんではなかろうかと思います。そうなったらどうしますか。私は真っ先に海に行ってですね、魚を釣りまくりますね。私の住んでる町っていうのは幸いですね、魚釣りに適した港が多いですから、そこでね私は釣りなんてしたことないですけど、バンバン釣りに行きます。魚が取れれば取れるほど、それがそのまんま冷凍にしても物流で運送にするにしても金になると思うからなんですよ。まあ、そしてですね、自分で備蓄することもできますよね。まあ、魚は調理したり干物にしたり日持ちをする形に変えることもできますから、まあそういうことをね考える、もしくは今のうちにどうやったらそれができるのかってことを身につけておく、もしくはまあ加工するためのね機械を仕入れておくみたいなことにもなるかなと思います。まあ変なことをねいろいろ申し上げましたけども、多分ねこれ本当に来るんですよ。恐ろしいなと思います。私はね来年来るんじゃないかなと思いながら5年ぐらい前から食料備蓄はしていたんですけども、それでもねなかなか来ないんですよね。もちろん来ないのはいいことなんですけども、いや実はねこの 2,3 年の間にまたその機運が高まっているかなと。あの台湾有事なんてことが言われてますけども、もし本当に台湾有事が起きたら軍事力どうのこのその前にですね、多分あの日本に食料を売ってくれる国っていうのは極端になくなるんじゃないですか。よくて G7 ぐらいだと思うんですよ。ところが G7 も自分たちの食料供給の方をね優先しますから、とても日本になんて売ってらんないよねってことになります。そうなるとね、まずはお金がない人が食料を買えずに餓死するでしょうね。それから生きるために食べるために強盗も増えると思います。殺人事件なども増えると思います。怖い話ですけども、実際自分が生きるためにはね、その他のことってのは正当化されちゃうわけなんですよ。で国民の分断が起きて、食料を持ってるやつが悪いみたいな論調が出てきたりとか、飲食店は全て暴動で奪われてしまうんじゃないかなと思います。なんかそんな図がね私はちょっと浮かぶんですよね。で何が言いたいかっていうと、今からではもう手遅れかもしれないんですけども、でも手遅れだとしてもやらないといけないことがあるんじゃないかなと。まあ、政治を大きく変えるってことは残念ながら不可能かもしれませんけどもね。だけども私たち個人のレベルでこっそりと少しずつ備蓄をしていくことです。今なら備蓄ができます。少々買いだめに走っても次の日にはそのスーパーは食料品が補充されてますから、わからないようにもうぜひね、あの一戸建てお持ちの方は空いている4畳半なり6畳に全部食料品みたいなことにしとかないといけないと思います。もちろん食料品を詰めたことがバレればその家が強盗に遭う可能性が高まりますんでね、やっぱりこう分散して配置しておくとかね、用意周到した隠し場所ってのも考えておかなくちゃいけないでしょうね。まあ、本当にこんな時代がね目と鼻の先に来てるってことは信じたくないんですけども、信じると信じないとに関わらずもう本当に来ている。少なくとも日本の食料自給率は私の計算も 10% 前後というふうに見てますね。
それから、ね、金額ベースの食料自給率ってことになるとだいぶ変わってくるんですよ。日本の食料品は高いからなんですよね。やっぱり海外から入ってきた食料品の方が安いでしょう。よく冷凍食品とかね、業務用スーパーみたいなのありますけども、冷凍食品って安いじゃないですか。冷凍食品の原産地は基本的には記入する必要がないですからね、だからあの辺にね、実は輸入品でこの国は作られているとこのからくりがあるのかなっていうことと、飼料とか肥料、種、こういったものもほとんど海外から入ってきてるんですよ。どうなっちゃうんですよね。動画を送っていただきましてありがとうございました。